カンティ・バジパイは、インドの学者、分析家で、インドのデヘラードゥンにある、ドゥーンスクールの前校長であり、インドのテレビで注目されている、国際問題分析家である、インド、中国関係の専門家として知られる。現在、シンガポール国立大学の教授であり、リーク・アンユー公共政策大学院の研究担当副学長を務めていた。カンティ・バジパイは、 インドの著名な外交官の家系に生まれた。父の馬、シャンカール・バジャペは、元中華なダコート弁務官。叔父の K.S. バジャペは、元中米大使であり、祖父のギリジャ、シャンカール・バジャペは、インドが独立する前に、在米インド総領事を務めていた。バジャパイは、他の家族同様、名門ドゥーンスクールで、学校教育を受けた。1972年に、 ドゥーンを離れた後、カナダのブリティッシュコロンビア大学で、経済学の学士号と政治学の修士号を取得し、1981年にドゥーンスクールに戻って教鞭を取った。バジパイ博士は北米に渡り、1982年にイリノイ大学で政治学の博士号を取得した。1989年にインドに帰国し、 バローダのマハラジャ・サヤジラを大学で3年間教鞭を取った後、アメリカのウェスリアン大学で教鞭を取る。1993年には再びインドに戻り、ラジーブ・ガンディ財団の現代研究所で教鞭を取るようになった。1994年、ジャワハル・ラール・ネリュー大学に国際関係学の教授として赴任。2000年にはインディアナ州サウスベンドのノートルダム大学で、 客員教授を務めた。また、同年、ワシントン DC のブルッキングス研究所で研究員を務めた。2003年6月には、ドゥーンスクールの第8代校長に就任。在任中、施設のキー内科に尽力した。2009年に校長としての任期を終えた後、オックスフォード大学ウォルフソンカレッジのスクールオブインテルディシプリナリーエリアスタディーズに参加するために、 ドゥーンを離れた。オックスフォード大学での短期間の勤務の後、シンガポール国立大学のリークアンユー、公共政策大学院に上級教授として参加した。カンティバジパイは大国間の安定を目的としたアジアの安全保障組織の必要性がますます高まっている。米国、中国、ロシアなどの大国がそうした。 地域安全保障メカニズムに会議的であろうとも、激化する対立や、さらには最悪の場合の意図せぬ戦争を回避するためにも、各国にとって参加する意義はあると述べている。ホワイインディアチャイナキャンノットビー o t Be f r という書籍を出版しており、遠くの大国との純同盟を通じて、インドの力を構築することは、インドのアプローチの中核となると述べている。インドと中国は、 互いの認識、領土の境界、大国との戦略的パートナーシップ、権力構造の違いの影響で友人にはなれず、溝が大きいとも述べている。ありがとうございます。